はい、どうも皆さんこんばんは。 NJPW ボーイこと N ボーイと申します。いや、もうマジで撮りたい動画多すぎて、僕一生カメラの前で喋ってる気がするんですけど、全然動画撮り終わんないんで、もう本当にね、もう話したいこと全部話そうと思ってるんで、動画もどんどん更新していきたいんですけど、今回まあお話ししたい話題はですね、まあ2.11 大阪はね、メインイベント戦い抜きました。エンパイア、ユナイテッドエンパイアのまあ帝国の総帥でもあるね、ウィル・オスプレイ選手で、このウィル・オスプレイ選手というのがね、2.11 大阪は最後にね、新日本プロレスを退団されて、まあ、AEW にね、行くと。まあ、最後にね、大オスプレイコールできたりとか、まあ、大阪の超満員のお客様全員でね、あとまあ、画面を見ていた我々ファンたちで、まあ、オスプレイ選手をお見送りできたんで、非常にね、まあ、良かった。試合こそ負けましたけど、まあ、大ハッピーエンドで、終わったかなっていうふうに思うんですけど、まあ、そんなウィル・オスプレイ選手、まあ、帝国を抜けるかちょっとわかんないんですけど、まあ、やはり新日本プロレスを退団されるということで、まあ、一旦はやっぱこう、帝国と新日本プロレスからは、まあ、身を引く形になるということです。これ最後にですね、まあ、オスプレイ選手というのが、まあ、ユナイテッドエンパイアのメンバー一人一人にそれぞれ、まあ、そのラストメッセージというのを、ご自身の X を通して、まあ、送ってたんですよ。で、それがまあ、またね、非常にいいコメントだったんで、もうこれはぜひ皆様にもね、紹介したいということで、今回そのオスプレイ選手のラストメッセージというのをね、ご紹介していこうと思います。はい、これ実際オスプレイ選手の X 見てもらったら全部原文のまま書いてあるんで、今回まず僕が簡単に訳しますけど、ぜひ原文もね、見ていただきたいと思います。で、まずオスプレイ選手っていうのが最初に、まあエンパイアのみんな本当にありがとうと、そのファンの声がね、届かなかった時と、まあ、たぶんコロナですよね。コロナによって、お客さんたちが声を失った時、まあ我々はこうニュージャパンにね、とってまあ必要な、まあ存在になれたと。で、その君たちっていうのは、私の本当の兄弟のような、まあ人たちで、もしね、こう私を、必要とすることがまたあるんであれば、私のドアはね、いつでも、君たちに空いていると。まあ、つまりこれは俺は AEW 行くけど、もしねエンパイアのメンバーが私を欲するんであれば、俺はすぐにでも、AEW からね駆けつけるよってことをまあ言ってると思うんですよ。で、僕と一緒にね、最後にゲージに入って、歴史を作ってくれて、まあ、ありがとうと。やっぱこのオスプレイ選手の一文見るに、やっぱ金網戦っていうのは僕は個人的に思ってるんですけど、おそらくウィル・オスプレイ選手からのまあ希望があったと思うんですよ。基本ああいう金網戦とか、まあ、デスマッチみたいな試合形式って新日本やらないんですけど、まあ、でもやっぱオスプレイ選手のラストマッチでオスプレイがやりたいって言うんだったら、もう本当に特例でいいよっていう、まあ、ことかなと思うんですよ。要はそのオスプレイ選手を、まあ、お見送りするためのもう一番最後の、まあ、本当に最初で最後と言ってもいいぐらいの、特例中の特例の試合っていうのが、まあ、60分を超えた金網デスマッチかなっていうふうに、思うんですよ。で、そんなやっぱオスプレイ選手をお見送りするために、まあ、エンパイアメンバー全員っていうのが覚悟を決めて、まあ、ああいう本当凄惨な試合っていうのを、やったと。で、まずオスプレイ選手というのは、ヘナレ選手に対してですね、まあ、ヘナレに対しては俺は本当にもう大きな拍手を送りたいと。その金網マッチの時、彼がまあボードックスに殴られた時に最初にこう彼を見たのは、まあ俺だったよと。で、本当にもう嘘を偽りなく言うけど、ヘナレの頭っていうのはマジでもうひどく割れてて、もう本当になんかもう脳みそが中から見えちゃうんじゃないかっていうぐらい、ひどい状態だったよと。もう本当にヘナレっていうのは、大量出血していて、まあ、頭にこうタオルを巻いてもう血を止めないともう本当にやばい状態だったと。まあ、でもそれでも、ヘナレっていうのは、試合を戦い抜いたと。もう本当に戦士っていう言葉はもうヘナレのためにあるようなもんだよと。もうヘナレはマジで戦士そのものだっていう風な、言葉を送ってると。で、次に、グレート王冠選手ですね。グレート王冠と、私の、エンパイアというユニットを作った、まあ、共同の、なんですか、こう、創設者みたいな、まあ、つまり二人で作った、軍団であると。で、私はね、その、変な、王冠に対して、君はまあね、その、とある不審者の男に襲われている、少女を救ったよねと。まあ、これありましたね、パンケーキ事件ですね、要は。多くの人に、まあ、実際の人間としての、この王冠の本質っていうのを、見せつけたと。で、こう、僕らがね、最初にこう、エンパイアっていうチームを組んだ、まあ、最初の月から、俺はね、僕はね、君、王冠っていうのがどんな人間かっていうのを、知っていたよと。王冠、君は本当に唯一無二の存在で、君とね、一緒に過ごせたことを本当に誇りに思うよ。ってことを、まあ、王冠、オスプレイ選手は王冠選手に、言ってると。
次が、まあ、TJP 選手ですよね。TJP と、まあ、誰にでもね、相談相手っていうのは必要だと思うんだけど、私にとってその存在っていうのは TJP 君だったよと。君はね、やっぱ長年の経験があるし、本当に無限のような、知識があると。もう本当に僕が、どれだけね、君 TJP のことを、尊敬しているかも、とても言葉では、伝えきれないよと。もういつも本当に電話して、僕がこうなんか悩んでる時に電話しても TJP っていうのはいつもこう話を聞いてくれて、まあ人生について話せることにマジで感謝してるよと、本当にいつもありがとうっていう風に、まあオスプレイ選手は言ってると。で、次が、ジェフコブ選手ですね。ジェフコブと、僕と王冠が、まあ、エイパイアっていうグループを作って、最初にやっぱこうグループに、まあ、引き入れたいなと思ったのが、君ジェフコブだったよと。もう、君のサイズとか、強さとか、まあ、持久力、そのパワーとかそういうのを見て、やっぱり君が一番最初に欲しいっていう風に、真っ先に思ったよと。まあ、でも、リアルのまあ、ジェフコブっていうのは非常に、なんかこうなんですかね、そう、ここ多分オスペ先生冗談で言ってると思うんですけど、なんかこう、痛みをなんかこう、あの、痛いことが嫌いな、痛いことが嫌いだから、そういう痛みからすぐに逃げるような、逃げるようなことが好きなんだよね、と。で、本当に君は、まあ本当ロッカールームでは一番楽しくてクールな、男だったよ、と。マジでジェフコブありがとうっていう、言葉を送ってると。で、次に、フランシスコ・アキラ選手ですね。アキラ選手に関しては、まあ、イタリアっていう国で、君はまあ、いると。まあ、なんか、イタリアはなんか、いろいろこうあって、まあ、ちょっとユーロの問題とかあって、絶対に許さないって言ってるんですけど、まあ、でも、アキラとね、僕は、その、彼が、その、全日本プロレスにいた時に、まあ、日本で偶然出会ったんだよと。で、まあ、私たちっていうのは自然に、こう、絆をね、深めていったし、まあ、ここ数ヶ月間見て、君は本当に、成長した姿を我々に、見せてくれたと。まあ僕は本当にこのちんちくにみたいな、まあアキラが本当に大好きなんだよっていう風に、結構まあなんか人間として好きみたいなことをまあ言ってましたね。で、最後に、カラム・ニューマン選手。ラストはね、ニューマン、僕の弟と。まあ、今では僕よりももう大きいんだけどね、母みたいなことを言ってて、カラム・ニューマンよく聞いてくれと。世界は、君のものだよと。まあ、でも決して気を抜かず、傲慢にならずに、夢見たものをね、見失わないように、頑張ってくれと。日本っていう国があなたを絶対に、最高の自分にね、育ててくれると。絶対君ならできる、愛してるぜってことを、オスプレイ選手はまあ言ってると。いやーっていう風に、まあ選手一人一人にオスプレイ選手っていうのがまあラストメッセージを送ったんですけど、いやーちょっとこれはね、来るものがありますね、正直で。このオスプレイ選手のコメントに対して他の選手っていうのもまあそれぞれなんかこう個別にメッセージを送ってて、例えばまあアキラ選手なんかは、見るとまあ僕の人生を本当にねいい方向に変えてくれてまあありがとうと。このイタリア人の子供に、彼の前にはね、誰も得られなかったチャンスっていうのを、君は私に与えてくれた、本当にありがとうと。僕はいつも君に感謝してるし、もう本当の兄のように愛してると。もっとピザ食べてねってみたいな感じで、まあすごいこうそれぞれの選手たちがオスプレイ選手に対してまあコメントを送ってるんで、まあそれもちょっとぜひ見てほしいんですけど、まあ、今回の、ちょっとこのオスプレイ選手のラストメッセージ、本当にね、素晴らしいものがあるんですけど、まず、ヘナレ選手に対しては、マジでもう君は本当の戦士であると。もう本当に、大量出血して、マジでやばい状態なのに、まあ、エンパイアのために最後まで戦い抜いた君こそが戦士であると。で、オーカン選手に対しては、まあ、やっぱその、同じなんか同業者という、なんかその、仲間というよりかは、仲間って何ですかね、こう、なんかその、リーダーとか、その部下とかの関係ではなくて、もう本当に対等立場であると。やっぱオーカーンとオスプレイの二人でエンパイアっていうグループを作ったから、まあ君こそがなんかボスであるみたいなことを、まあオスプレイ選手は言ってると。で、あとはまあオーカーン選手のパンケーキ事件のこととかで、まあオーカーンっていうのは本当はやっぱすごいもう人間として素晴らしい人物であるっていうことを、まあ言ってると。で、TJP 選手に関しては、やっぱそのもう、自分よりも圧倒的に年上だし、もうプロレスの経験値が違うから、本当になんかもう人間の先輩として、もう人生相談とかする相手が、まあ TJP であると。結構やっぱオスプレイ選手ってメンタル的に弱い部分もあって、ナーバスになったりとか病んでしまう時もあったみたいなんですけど、まあおそらくそういう時に TJP に相談したら、まあ TJP やっぱすごいこう経験とか知識があるから、まあ的確なね、アドバイスをくれたっていうのが、まあオスプレイ選手は言って
ってますね。で、こう、ジェフコブ選手に関しては、もう選手としてまずやっぱ素晴らしいと。もうあのパワーとか見てくれたらわかるけど、真っ先に仲間に欲しいと思ったのが、ジェフコブであると。なんかロッカールームでは非常になんか陽気で、クールな男だよってことを言ってて、で、アキラ選手に関しては、まあ君とは本当にまあ昔いろいろあったんだけど、まあでも偶然日本で出会って、もう自然と、仲良くなれたよねと。で、本当に君っていうのはここ最近、もうすごいこう、成長してるし、もうなんか本当の弟みたいにアキラっていうのはなんか可愛くて、俺は大好きなんだよってことをまあ言ってて、で最後にやっぱカラム・ニューマン選手に対してのコメントって僕個人的に一番好きなんですけど、やっぱりこのコメント見てもやっぱもうオスプレイ選手の中ではこのカラム・ニューマン選手っていうレスラーがやっぱ自分的にはもうその後継者、ウィル・オスプレイの後継者で、まあ次期ウィル・オスプレイになるべき男っていう風にまあ思ってるのかなっていうふうに思うんですよ。やっぱもう世界っていうのはもう君のものであるってまで言い切ってるんで、まあやっぱこれはもう本当自分に重ねてる部分があると思うんですよ。でも決してその気を抜かないで、その傲慢にならずに謙虚に、決して夢を、見失うのだと、絶対に夢を追い求めろってことをまあ言ってると。で、しかもこれ僕は個人的にすごい嬉しいのが、日本だったら必ず君を、最高の自分に、レスラーとして、育ててくれるってことをまあ言ってるんですよ。まあ日本ってまあ要は新日本だと思うんですけど、やっぱ新日本プロレスっていう団体を絶対に信じてくれと、新日本プロレスっていう団体だったら絶対君をね、また第二のウィル・オスプレイ、もしくはそれ以上の存在に、してくれるから、まあ、新日本をきっちり信じて、決してその気を抜かず傲慢にならずに、頑張ってくれってことを、まあ、オスプレイ選手は言ってると。いやー、これは嬉しいですね。まあ実際やっぱウィル・オスプレイ選手自身が、まあ、新日本プロレスをきっかけにすごいこう成長したんで、まあ、そういう体験があったから、まあ自分の弟でもある弟分のカラム・ニューマン選手にも、まあ、同じことを言ってると思うんですけど、やっぱりね、このコメント見てもカラム・ニューマン選手ってレスラーはちょっとまあ次期、エンパイアのまあ総帥候補、まあ今するかってどうか分かんないですけど、本当にやっぱり、まあ次の、エンパイアを継ぐのはこのカラム・ニューマン選手で、まあ次のウィル・オースプレイ選手を継ぐのは、まあカラム・ニューマン選手なのかなっていう風な感じが僕は個人的にはすごい、まあオースプレイ選手のコメント見ても、思いましたね。あとまあカラム・ニューマン選手自身がどう思ってるかだと思うんですけど、ちょっとやっぱこのカラム・ニューマン選手に対してはオースプレイ選手は、まあちょっと違う感情というか、個人的にも非常に深い感情が、まああるのかなっていう風には、思いました。まあっていう風にね、今回ウィル・オスプレイ選手というのが、まあエンパイアのメンバー一人一人にコメントを送ってて、いやー、なんかね、これ見てたらやっぱりオスプレイ選手ってレスラーはね、すごいなんていうかな、こう、決してそのリーダーとして、まあスマートなんですけど、全然スマートなんですけど、まあそもそもエンパイアっていうのはリーダーがいないっていう風な定義になってる、なってて、まあやっぱその中でのオスプレイ選手っていうのが突出してちょっと試合内容が優れてたんで、まあやっぱ目立ってます。実質リーダーみたいな感じになってましたけど、やっぱ実際のところ全員がまあ対等みたいな立場だったと。やっぱその中でもなんかすごいこうお互いがお互いにいい関係をまあ築けてるのかなっていうふうに思うんですよね。そのオーカン選手しかり、まあそのヘナレ選手しかり、 TJP 選手しかり、まあコブ選手、アキラ選手、あとあのカラム・ニューマン選手しかり、なんかそれぞれとすごいいい関係が築けてた感じがするんで、このエンパイアっていうグループすごいやっぱね、いいグループだなっていうふうに思いました。でやっぱこのオスプレイ選手が抜けたことによって、まあエンパイアやばいんじゃないかっていうふうに言われてて、まあ、確かに実際戦力的には結構ダウンするのは、まあ、あるとは思うんですけど、まあ、このね、オスプレイ選手亡き後のエンパイアというのが一体ね、どういう道を進んでいくのかっていうところも非常にやっぱね、気になる部分かなと思いますね。で、やっぱオスプレイ選手は本当にね、もうこういうコメント出してくれるように、すごいなんかやっぱいろんなこう感情とか、なかなかこういうことを、まあ、発さずに、なんか、我々に届けずに、まあ、消えていくプロレスラーの方も非常に多い中、まあ、こういう感情とか気持ちをちゃんと X とか載せて、我々にこうね、発信してくれるのはすごい個人的にも嬉しいんで、本当になんかいいものをね、見れた気がして、僕は個人的に非常にね、幸福なね、夜中を送っております。というわけでね、今回のお話は以上になります。また次回の動画であります。会いましょう。オスプレイ向こうでも頑張ってね。